はい、皆さんこんにちは。レク専任講師の秋元由里です。1時間でわかる民法シリーズ、私が担当いたしますのは親子関係です。他のレックの講師がですね、民法の他の、分野を担当しております。もしね、よろしかったらぜひぜひご覧ください。それではですね、はい、私が担当いたしますね、親子関係、今日1時間ぐらいでですね、お話ししていきたいと思うんですけれども、お手元に用意していただきたいのはレジュメと、それから何色でも構いません、蛍光ペンですね、ご用意ください。レジュメに沿ってね、進めていきますね。で、親子関係なんですけれども、司法書士試験では品質です。そして、我々ですね、普通に暮らしている中でもとっても身近な分野になってきますのでね、なのでね、今日お話しすることは最低限ですね、頭入れておくといいですね。はい、それでは早速中行きましょう。はい、では第1節、親子関係創設です。親子関係っていうふうにね、読んでも構いません。親子関係創設を読んできますね。法律上の親子関係には、自然血族としての実親子関係と法定血族としての養親子関係があります。では星印、この種類の箇所を見ていきましょう。民法ではですね、子というのをやたらと細かく分類しております。はい、今日ね、詳しくお話しできるのは一部分なんですけども、全体像ということで、ざっと見ていきましょう。まずは子には実子と養子というね、ものがありまして、で、実子には着出子、非着出子、あって、そして着出子は生来の着出子、純正による着出子というふうに分かれていきます。そして生来の着出子には推定を受ける着出子、推定を受けない着出子というのがいます。純正はですね、とりあえずは今日はですね、お話しできないので、特に見ないですね。次行きましょうか。非着出子、非着出子には認知を受けた非着出子と認知を受けない非着出子がおります。はい、非着出子は認知受けてるか否かで変わりますからね。認知受けたら非着出子が着出子になるというわけじゃないので、気をつけてください。詳しくはまた後でお話しいたしますね。で、次に養子です。普通養子、そして、特別養子というふうにね、養子は2種類あるんですが、今日お話しするのは普通養子メインです。はい、では今ね、この種類見てまいりましたけども、最初はね、実子について詳しく見ていきましょう。第2節、実子です。縦1番、着出子。はい、着出子とは法律上の婚姻関係にある男女、お父母として生まれた子を言います。じゃあね、蛍光ペンで色つけていきます。色つけていくところはもちろんね、覚えるべきところ、大事なところです。チェックしてくださいって言いますのでね、その箇所には色つけていきましょう。法律上の婚姻関係、はい、法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれた子のことを着出子と言います。はい、着出子という言葉も覚えるべきなので色付けますね。着出子、さて、着出子には3種類あります。丸1番、推定を受ける着出子、丸2、推定の及ばない子、丸3、推定を受けない着出子ですね。はい、3種類にあるわけなんですけれども、こちら3種類すべて着出子であるということには変わりがありません。はい、じゃあね、なんでこういうふうに区別をしているのかっていうと、区別する理由はですね、チェックします。父子関係を争う方法、父子関係を争う方法を区別するためなんですね。何を言ってるかっていうと、父親がね、この子は俺の子じゃないっていうふうに言って争うという場合に、着出子と推定されるかどうかによりまして訴えの方法が変わるんですよ。はい、なのでね、この推定を受ける着出子とか受けない着出子とか、そういった区別が問題になりますのは、司法書士試験を受ける上ではですね、父子関係を争う場合に限られるっていうふうに考えてください、要するに父子関係の、争いが全く全く絡んでこないような問題におきまして、着出子という言葉が出てきたとしても、わざわざこの区別について考える必要はないんです、推定受けるのかな、受けないのかなとかね、全然父子関係の争い関係なければ、そんなこと考えなくて大丈夫です。では、具体的にですね、この3種類、定義見ていきましょう。
1-1、推定を受ける着出し、まず推定の受ける着出しというのは何ぞやというのを見ていきますね。で、そもそも着出しというのは婚姻関係にある男女から生まれた子ですよね。で、婚姻中に解体した子というのはですね、その父親の子というふうに推定されていくわけなんです。ただ婚姻中に解体したということが明確じゃない場合というのもあるんですよ。まあ、ですから民法というのは二重の推定規定というのを置いております。じゃあ二重の推定規定についてね、見ていきます。推定受ける着出しのね、文章です。いきましょう。婚姻成立の日から色付けます。200日後、はい、これはね、200日目は含んでないです。または婚姻の解消もしくは取り消しの日から色付けますね。100日以内、はい、100じゃないですね、300ですね、ごめんなさい、いじめ間違えてます。300日以内です、はい、以内ですからちょうどぴったりその日も含んで、ね、内側って形になるので300日目を含むですに生まれた子は婚姻中に解体したものと推定され、解体時期の推定、その結果夫の子であるという推定、過去不正の推定を受ける。民法772条という規定が二重の推定規定になっているんですね。じゃあ図で見ていきましょう。まず婚姻成立がありますね、そしてその後、まあ、婚姻解消とか取り消しがあったとしましょう、はい、で婚姻成立から200日経った後ですね、それから婚姻解消取り消しから300日以内、ここの矢印の部分ですね、この期間に生まれた子というのは婚姻中に解体したものと推定される、ね、これが民法772条2項という規定なんですね。これが1段目の推定です。そして婚姻中に解体したというふうに推定されているので、民法772条1項でもって不正の推定が働いていくと、これが2段目です。ではまたね、文章のところ戻っていきます。この推定を受ける子を色付けましょう。推定を受ける着出しと言います。はい、さてレジュメの下の方、注意書きがありますね。婚姻中に解体した子はたとえ夫の死亡後300日を経過した後に出生したとしても着出しである。つまりですね、その下の点々、これはなぜならばという理由を示す記号なんですけども、772条2項の推定規定は婚姻中に解体したのかどうか不明な場合の推定規定であると、ね、なので矢印です。婚姻中に解体したことがはっきり分かっていると、そういった場合にはたとえ婚姻解消後から300日経過していたとしても着出しと推定されていきます、ね、この推定規定が使われるのは婚姻中に解体したかどうかがはっきりわからない場合です、ね、婚姻中解体したのがはっきり分かっているというのであれば、特にこの、ね、二重の規定なんか使わなくたってね、父親とこの関係というのは推定されてきますからね。はい、これが着出し、推定受ける、ね、人たちということになりますね。じゃあ次に1-2行きましょう。推定の及ばない子について、民法772条の着出の推定が及ぶ期間内に生まれたとしても、妻が夫によって解体する蓋然性が極めて低い場合には子は着出の推定を受けない。この場合の子のことを推定の及ばない子という。じゃあ推定の及ばない子のところね、色つけてきます。はい、例えば夫婦が2年半以上にわたって事実上の離婚状態であり、離婚の届出から300日以内に子が生まれた場合であるとか、夫の出生中に解体したと推認される場合などである。はい、まあ、要するにですね、形式上は先ほどのね、民法772条の推定規定に載ってる期間、この期間内に生まれていると、まあ、ですから推定を受ける着出しのように見えるんだけれども、でも
どう考えても夫の子を解体するはずがない、そういう事情があるときにはその生まれた子というのは推定の及ばない子というふうに呼ばれていくんですね。はい、では次です。一野さん、推定されない嫡出子について。まあ、推定受けないとか推定されないとかね、まあ、どっちで呼んでも構いません。推定されない嫡出子というのは、ね、どういう子のことを言うのかと言いますと、その下行きましょう。推定受けない嫡出子とは婚姻成立後200日以内、じゃあね、色つけます。婚姻成立後200日以内に生まれた子のことですね。先ほどね、推定を受ける嫡出子の期間勉強しましたけども、その期間内じゃなくてもっと早いんですよね。そういった子については推定されない嫡出子っていうふうに言っていきます。はい、で、まあね、3種類嫡出子の種類見ましたけども、このね、どれに当たるかによって父を争う方が変わってきます。ではその下の星印父子関係に関する訴訟という図表を見ていきましょう。2種類ね、訴訟の方法ってあるんです。タイトルのところ色つけてきますね。まず嫡出否認の訴え、それから右側親子関係不存在確認の訴え、2種類です。はい、まあ、もう1種類ね、あるはあるんですけど今日は触れません。嫡出否認の訴えと親子関係不存在確認の訴え、ね、この2種類について違いを見ていきましょう。適用場面です。まず嫡出否認の訴えによっていくのが推定される嫡出子ですね。推定を受ける嫡出子については嫡出否認の訴えでもって父子関係を争うということになります。はい、これに対して推定されない嫡出子とか推定の及ばない子については親子関係不存在確認の訴えで父子関係を争っていくんですね。そしてこのね、嫡出否認の訴えと親子関係不存在確認の訴え、手続き方法がね、変わっておりまして、違っておりまして、嫡出否認の訴えの方が厳しいです。親子関係不存在確認の訴えは緩いんですね。じゃあ中身見てきます。提訴権者、嫡出否認の訴えの場合には原則提訴できるのは夫に限られます。夫だけなんですね。ただ、例外があります。中の2、下の方を見ていきましょう。中の2、丸1番。夫が成年非後見人であれば成年後見人。丸2、夫が死亡した時には、その子のために相続権を害されるもの、その他夫の三親等内血族。例外的にこういった人たちも起こせるよ、というふうになっています。まあ、ちなみに、括弧書き、人相って書いてあるんですが、これは人事訴訟手続き法のことです。人事訴訟手続き法ですね。特別法になるんですけども、まあ、この部分に関しては司法書士試験の範囲内です。なので抑えなきゃいけない。はい。では、親子関係不存在確認の訴え、提訴権者見ていくと利害関係にでいいよというふうになっております。じゃあ次、訴えの相手方ね。訴えの相手方、嫡出否認の訴えの場合には原則は子または親権を行う母になります。子もしくは親権を行う母に対して訴えを起こすんですね。ただ例外として親権を行う母がいないという時には家庭裁判所専任の特別代理人です。特別代理人を被告にしていくということになります。はい、親子関係不存在確認の訴えの場合、相手方は原則として確認を求める当事者、例外として当事者の一方が死亡した場合は検察官になります。じゃあ次、提訴期間いきますね。嫡出否認の訴えの場合、原則夫がこの出生を知った時から1年以内です。じゃあ色つけますね。知った時から1年以内、知った時から1年以内、とっても短いんですよね。子が出生したっていうのを知ってから1年以内に起こさなければなりません。なぜこんなに短いのかというと、やはりですね、この身分関係の安定性ですね、まあ、法的安定、というふうに言うんですけど、この身分関係の法的安定を保持するという趣旨なんですね。はい、でこれ気をつけていただきたいのが、ね、自分の子じゃないって知ってから1年じゃないんですよ。この出生を知ってから1年です。
相当短いです、はい、これに対して、紳士関係不存在確認の訴えの場合提訴期間はねなしなんですよ。特にね、この期間に起こさなきゃダメみたいな期限はありません。次に消滅事由のところ行きましょう。嫡出否認の訴えの場合、夫がこの出生後にその嫡出であることを承認したとき、子が生まれた後にね、嫡出であるということを承認すると、もう嫡出否認の訴えは起こせないんですね。ただ中野さん見ていきますね。中野さん、嫡出性を承認っていうのはどういう意味かっていうと、自分のことを認めるっていうことなんですが、それとね、ごっちゃになってしまうのが出生届、読みます。嫡出を否認するときでも出生届の義務はあるので、嫡出し出生届をしただけでは嫡出の承認にはならない、ね、嫡出性否認しようって思ってたって出生届は出さなきゃいけないんですよ。なので出生届出したというだけでは嫡出のね承認にはならないです。はい、そして紳士関係不存在確認の訴え、消滅事由は特になしです。はい、まあ、ということでですね、嫡出否認の訴え厳しいけれどもね、紳士関係不存在確認の訴えは緩いんだよというのは分かっていただけたんじゃないかなと思います。はい、そしたらですね、今度は非嫡出死について学習していきましょう。非嫡出死というのは、ね、どういう子になるのか全部いきます。非嫡出死、嫡出でないことは法律上の婚姻関係にない男女を父母として生まれた子を言います。じゃあチェックしますね。婚姻関係にないです。法律の婚姻関係にない男女を父母として生まれた子のことを非嫡出子と言います。父母が内縁関係にあるかどうかは問いません。そして 2-1 認知いきましょう。非嫡出子の親子関係、はい、非嫡出母子関係と非嫡出父子関係、分けて見ていきたいと思います。まず、母子関係ですね。母子関係は原則認知というのはいらないんですよ。原則として認知またず出産の事実によって当然に発生します、はい、ただ注意書き、記事要は捨て子ですよね。捨て子のように分娩の事実が判明しないときには母についても認知が必要です、はい、これに対して非嫡出父子関係、非嫡出父子関係は認知によって発生します、はい、では父子関係の欄ですね、認知というところを色つけてください。では注意書きの下、文章を読んでいきます。認知とは非嫡出子について、その父または母との間に意思関係、ごめんなさい、意思表示または裁判によって親子関係を発生させる制度を言う、はい、まあ母との間の関係というのは通常は出産でもってね、まあ、当然に発生するので認知ってほとんどないんですよ、ですので認知って話は基本的には父ですね、父との関係性ですね、まあ、そういう問題のところで発生していくということですので、まあ、この後の認知の話は父子関係、ね、まあ、それを意識して見るようにしてください、はい、で、まあ、この父子関係なんですけど、婚姻関係にない、ね、男女との間で、男女の間で生まれた子、それと父親の関係ね、この2人の関係というのは認知というのがなければ法的には何の親子関係もないですね、相続権もないです、はい、で、認知をしていくとね、まあいろんな効果が発生していくんですけども、その話はこれから見ていきましょう、はい、認知には父が自発的にする任意認知と裁判による強制認知とがあります。じゃあ色付けますね。任意認知、強制認知。では 2-1-1 任意認知から学習していきましょう。任意認知するのはこれは父親側からですよね、父親の方からもう自分の意思で、自分の意思で役所に届けて認知してきます、で認知するとね、戸籍に認知というふうに載ります。では認知する場合の能力見ていきますね。意思能力必要です。意思能力はいる。ただ行為能力まではいりません。
ね、意思能力があれば足りるんですね。恋能力がいらないということは、未成年者とか、ね、成年非後見人、未成年者とか成年非後見人が認知をすると、そういった場合でも、法定代理人の同意はいらないってこと。ね、なぜか、認知って身分行為なんですよ。身分行為というのは本人の意思であったり主体性、これを尊重しなければなりませんので、意思能力がある限りは単独でできるというふうになっています。では今度ね、承諾の話いきます。はい、原則承諾ですね、まあ、特に認知するときに誰かの承諾、ね、いらないんですけど、ただ例外がありまして、次のような、ね、場面ではある人の承諾が必要になってきます。例外の欄丸1番、成年の子を認知する場合、ね、もうその、ね、子供が大人になっていると、ね、成年達しているという場合には、認知しようと思ったらその子の承諾が必要になります。色つけましょう。子の承諾、はい、なぜっていうと、中の1、理由見ていきますね。子が成人するまで放置しておきながら、自分が年を取った頃に認知して子に扶養を請求するようなね、身勝手を許さないという趣旨なんですね。はい、で、これに対しまして、未成年者である子、ね、この子をですね、認知するというような場合には、別にその子供もそうだし、その法定代理人もそうだし、別にその人たちの承諾いりません。はいね、でもしその子供が15歳以上だったとしても、未成年者です。で、未成年者である場合には認知しようと思ったら、別にその子の、ね、承諾はいらないです。じゃあ次行きましょう。例外の丸2番、胎児の認知ですね。まだ母親のお腹の中にいる子供を認知しようっていうふうに思った場合、この時には色付けます。母の承諾が必要になります。なぜっていうと、中の2、認知によって胎児の父が明らかになるということは、すなわち母の交際相手が明らかになるということを意味するため、母の名誉を守る必要があるから。はい、じゃあ次、例外の丸3いきます。直系貴族のいる死亡した子を認知する場合、直系貴族のいる死亡した子の認知ですね、その直系貴族が成年者であるときには、その者の承諾が必要。はい、これね、少し分かりづらいので説明しますね。中の3です。中の3見ていきましょう。死亡した子を認知するには、その子に直系貴族があることが必要であり、かつその直系貴族が成年者であるときには、その承諾を得なければならない。絵を見てくださいね。 A さんがいました、ね、A さんには B さんって子供がいたんですが、 B さんはね、非嫡出子なんですね。はい、で、もし B が死亡している場合、B がすでに死亡しているというような場合には、まあ、別にね、B を認知しても、まあ、何もならないので、本来認知はできないんですよ。でも、B にもし C という子供がいた場合、ね、もし B に C という子供がいた場合には、B を認知することによりまして、A と C の間にね、相続関係を生ずるんですね。じゃあ、つなげてきましょうか。A、C 間で相続関係を生ずる。はい、だから認知する実益が出てくるんですよ。まあ、要するに A が死亡した時に、 B が A よりも先に死亡していたのであればね、AB 間で父子関係があれば、代襲相続が起きるんですよ。 C が B よりも先に、B が A よりも先に死亡しているということになるとね、 A の相続人は C になってくるんですね。代襲相続ということをね、していくわけなんですね。なので認知の実益が出てくるんですよ。はい、なのでもしね、非嫡出子が死亡していたとしても、直系貴族である C というのがいるのであれば、認知が認められてきます。その下理由いきます。直系貴族がいなければ認知できないのは、相続財産目当ての身勝手な認知を許さない趣旨であり、成年に達した直系貴族、まあ、要は C ですよね、 Cが成年者であれば、成年者である C の承諾も必要なわけです。なぜ、必要なのかっていうと、扶養目当ての認知を防ぐため。はい、
ということですね。じゃあ今度は任意認知の方式見ていきましょう。任意認知の方式、生前認知、遺言認知、2種類の、ね、やり方があります。生前認知というのは、ね、認知をしようと思っている父親ですね、この人たちが、この人が、まあ、普通に生きている中で、ね、する認知ですね。方式は届け出です。戸籍の届け出をしていきます。で、効力発生時期、届け出の時期、つまり届け出を、まあ、市役所なりに、ね、していきますよね。その届け出の受理の時に認知の効力が生じていきます。なので届け出の性質は創設的届け出になります。じゃあ次、遺言認知。遺言認知というのは、これは遺言書、ね、遺言書を作るわけですね。その遺言書の中で認知をするというやり方になります。ただ、ね、遺言認知の場合、効力発生時期は遺言の効力発生時なんですね。つまり遺言者が死亡した時です。遺言者が死亡した時にね、認知の効力は生じていきます。で、次、届け出の性質。遺言認知の場合だってですね、届け出というのはするんです。その届け出するのは誰ですかって言うと、ね、遺言した人も死んじゃってますからね、誰が届け出するんですかっていうと、認知した人の相続人とか遺言執行者、まあ、そういった人たちが届け出するわけです。じゃあこの届け出の性質はどうなってるかっていうと、報告的届け出なんですね。つまり遺言の効力発生時にもすでに認知の効力は生じてるんです、ね、なので届け出で効力発生するわけじゃないんですね。よってそういう場合の届け出のことを報告的届け出って言います。ではその下、星印いきましょう。認知の取り消しの禁止。一旦行った認知は取り消すことできません。身分関係の安定を保つためです。なお、認知された子その他の利害関係人は、認知が真実に反して無効である旨を主張することができます。はい、じゃあ次はですね、強制認知見ていきます。 2-1-2 強制認知です。認知の訴えとも言います。はい、これは、ね、例えば母親側が認知してよっていうふうに言ってるにもかかわらず、父親の方が、ね、知らないよとか言っちゃってるわけですね。はい、俺の子じゃないよと、ね、他の、ね、男の子なんじゃないかとか、そんなこと言ってるよと、ね、知らんぷりしてるようであれば、こう訴えを起こして、ね、認知してもらうということになります。はい、強制認知ですね。提訴権者見ていきます。まずは1番、子供。意思能力さえあればね、子を自ら提起することもできる。2、その直系卑属ですね。ただ中の1いきましょう。直系卑属は子が死亡した後に限り訴えを提起できます。でもうすでに子供が死亡してるよという時に限ってね、直系卑属が訴え提起できるんですね。で、3番、これらのものの法定代理人です。中の2いきましょう。法定代理人は子が意思能力を有する場合にも訴え提起できます。子が意思能力を持っている時でもね、法定代理人は子に代わって提起ができる。で、提訴期間なんですが、父の生存中はいつでも OK。父の死亡後は父の死亡の日から3年以内という制限があります。はい、では、2-2、認知の効果ですね。まあ、こちらは、任意認知、強制認知、共通、両方ともね、まあ、共通している効果だと思ってくださいね。認知の効果、1番、法律上の親子関係が発生します。色つけましょう。法律上の親子関係が発生していく。2、認知の効果は、色つけます。この出生時に遡るんです。訴求するというのは、遡るって意味です。はい。ってことは、矢印。母は父に対し、この出生時からの養育費の償還を請求できます。で、子が生まれてからかかってきた養育費、これを父親に対して払ってっていうふうに言えるんですね。理由、事実上の親子関係が出生の時に生じている以上、法的にもそれに合わせるのが自然だから。3、相続権が発生します。
相続権が発生していきますので、ね、認知受けてない時には父子関係はないわけですから相続権なかったんですけど、認知受けることによって、相続権が発生するので、父親が死亡するとね、相続できるようになるわけなんです。はい、じゃあ相続分どうなるかという話なんですけれども、認知を受けた非着出子というのは相続権がありますよね。じゃあ着出子と、ね、違いがあるのかというと、相続分に関しては今はもう違いがありません。まあ、昔はね、着出子と認知を受けた非着出子というのは相続分に差があったんですよ。認知を受けた非着出子は着出子の2分の1というふうにね、半分っていうね、そういうように制限かかってたんですけど、今はもうね、その制限は撤廃されてまして、廃止されてまして、同じ相続分になってます。はい、よろしいでしょうかね。で、くれぐれも勘違いしないようにしていただきたいのは、認知を受けたからといって着出子になるわけじゃないんですよ。非着出には認知を受けた非着出子と認知を受けない非着出子がいるんです。はい、しつこいですが、認知を受けた非着出子には相続権が発生します。では認知の効果いきましょう。親権者はどうなるかというと、原則は影響なくて母が親権者のままです。ただ例外として協議または家庭裁判所の審判で変更が可能。それから相続のところいきましょう。はい、すでに3分割協議がされちゃった、でその後に認知されたという場合には、価額のみによる支払いの請求しか求めることができません。はい、これどういう意味かっていうと、注意書きがあるので見ていきますね。注意書き、民法910についてってあるんですが、民法のね、910条という条文にはね、次のような定めがあるんです。じゃあ説明していきますね。相続開始後の認知、遺言認知、もしくは死後の強制認知によって相続人になった非着出子が遺産の分割を請求しようとする場合です。まず甲さん、この人非相続人ね。で、子供が ABC って3人いたわけなんです。はい、で C がね、非着出子だったんですね。 C が非着出子、はい、で甲死亡いたしまして、甲の相続財産について A と B がね、遺産分割協議をして、でその後になって C が認知を受けてるんです。ね、遺言認知を受けたとか、ね、甲が死亡した後に強制認知のね、訴えが起こされて認知されたとかね。はい、でこの時どうなるかっていうと、認知の効力は出生の時に遡ります。認知の効果は出生の時にね、遡っていきますので、C というのは甲とね、最初から父子関係があったということになりますよね。C というのは甲を相続できる権利があるってことになる。はい、でね、遺産分割協議というのはそもそも相続人全員でやらないと無効になっちゃうんですよ。遺産分割協議ってね、相続人全員でやらなきゃいけない、ね。で今回どうなるかなんですけど、まあ、もう遺産分割協議終わっちゃってる。だから本当だったらね、他にも相続人 C がいたわけだから、遺産分割協議ね、先にやっちゃったものは無効になりそうなものなんですけれども、これね、ダメだよっていうふうに民法910条がね、言ってるんですよ。 C がね、後から認知されて AB のところ行って、実は私も相続人なんだから、ね、私も混ぜた形で遺産分割協議最初からやり直してくださいって言えないんです。はい、遺産分割協議は、まあ、そのまんまって形になって、まあ、不動産についてとかね、不動産についてとか、そこでもう取り決めされちゃったことについては覆せない、ね。C が言えるのはお金です。価格による支払い請求をすることしかできないんですね。はい、ね、土地とか建物とか、まあ、そういったものに関してはね、相続でもらうということはできなくて、お金で、ね、相続分の支払いを受けることしかできない。これが民法910条です。では先ほどの星印、認知の効果の図表に戻っていきますね。氏と戸籍について、原則認知受けてもね、母の氏のままですし、母の戸籍に入ってるままです。例外として家庭裁判所の許可を受ければ氏の変更ができますし、ね、父の戸籍に移ることも可能です。はい、
では今度は第3節養子について見ていきましょう。はい、養子制度というのは、まあ、これはですね、血がつながってない人たちの間に人為的に親子関係を作るという制度になります。はい、こういう関係のことを法定血族関係というふうに言います。はい、まあ、もちろん血のつながりがね、そもそもあるんだけども、養子縁組をする、それも可能ですよ。はい、さてこの養子制度なんですけれども、普通の養子縁組とね、特別の養子縁組2種類あります。はい、ただ、まあ、特別養子縁組の方は実際上はですね、まあ、そこまで多くはないんですよね。まあ、普通にこう養子縁組って言ったならば、原則的な形態は普通養子縁組ですね。はい、まあ、ですから、まあ、今回はですね、普通養子縁組だけに絞ってね、学習していきたいと思います。では縦一番、普通養子縁組 1-1 縁組の成立要件図見ていきましょう。実質的な要件としては丸一番、縁組意思が合致すること、縁組意思がね合致することです。米印のところ見ていきましょう。文章になってるね、米印のところです。縁組意思とは、戸籍の届け出をする意思、過去形式的意思及び社会通念上真に親子とも認められるような関係を設定する意思、過去実質的意思であり、その両方について当事者の意思の合致がなければならない、過去実質的意思説。はい、何を言ってるかっていうと、縁組の届け出書、これを出す意思だけしかないと、ね、それじゃダメなんですね。届け出を出す意思だけではなくて、本当に養親子関係を築く意思までないとダメってこと。実質的要件戻りましょう。丸2番、縁組障害がないこと、縁組障害の不存在。はい、これがね実質的要件ですね。で、形式的要件としては、戸籍法の定める届け出です、ね、縁組届けというのを市役所等にね出していかないといけないんですね。はい、創設的届け出になります。次に縁組意思の主体いきましょう。かっこええですね。原則意思能力がある本人だけ、ね、ただ例外があって代託縁組というのがあります。じゃあ代託縁組について説明していきます。かっこ B、 代託縁組。じゃあ事例見ていきましょう。 A、B が夫婦です。A、B が夫婦で息子 X がおります。 X はね10歳です。でこの X が C で夫妻のねところに養子に行くことになったんですね。この場合 A と B が X に代わって承諾をすることになります。じゃあその下読んでいきますね。養子となる者が15歳未満であるときには、その法定代理人が代わって縁組の承諾をすることができる。はい、じゃあ色つけますね。15歳未満のところ、ここ間違いやすいんで気をつけてください。15歳未満の子が養子に行くときには、法定代理人が代わって縁組の承諾をするという形になります。これを代託養子縁組というんですね。色つけましょう。米印、たとえ本人に意思能力があったとしても、15歳未満である場合には、常に法定代理人の代託に寄らなければならない。ここも色しますね。常に法定代理人の代託、条文上は、できるって文言なんですけど、まあ、実質的には義務なんですよ。ね、子が15歳未満の時には必ず法定代理人が代託する。でこの反面、養子となる未成年者が15歳以上である時ですね、この時には法定代理人が代託をすることはできないです。色つけていきます。できないです。またその同意も要しない。したがって15歳以上の未成年者が意思能力を持たないという時には、養子縁組ができないってことになります。はい、では次、星印いきますね。成年非後見人の縁組。成年非後見人が縁組、過去成年非後見人を養子とする縁組だったり、成年非後見人を養子とする縁組だったり、ね、をするには成年後見人の同意を得ることを要しません。
とは言ってもね、米印青年非後継人が一時的にでも意思能力を回復していることが必要です。では次ね、縁組障害について学習していきますね。縁組障害が発見されちゃうとですね、縁組届は受理されないんです。じゃあ何が縁組障害にあたるのかね、この辺りよく出てますからね、しっかり覚えてください。まず養親が未成年者の場合はダメということですね。養親が未成年者というのが縁組障害です。内容いきましょう。養親はね、成年者じゃないとダメなんです、ね、でもし夫婦で養親になる場合には双方とも成年に達していることを要します。はい、で婚姻による成年犠牲を受けた人も養親になることが可能です。では次ね、存続年長者養子の禁止。存続年長者養子の禁止です、存続または年長者を養子とすることはできません。で存続にあたる人を養子にするとか、自分より年上の人を養子にするってことはできないんですね。はい、ね、例えば自分のおじさんね、自分のおじさんというのは存続にあたります。なのでもし自分のおじさんが自分より年下であったとしても存続なわけだから自分の養子にするってことはできないです、ね、あとは自分より年上の人ですね、そういった人も養子には入れられない。じゃあ中の1見てきますね。養子にできるものまとめてみました。存続年長者以外であれば OK。 例えば成年者であると、成年者であったと養子に入れられます。それから自己の非嫡出子、自己の非嫡出子ですね、自己の非嫡出子であって養子に入れられる。孫、弟、妹も養子にできます。ただね、 CF 自己の嫡出子とか自分の養子をね、さらに養子にする、これ不可です。なぜかって実益がないから。では星印のね、縁組障害の図表の中戻っていきます。後見人非後見人間の縁組、後見人非後見人間で縁組をする場合、この場合にはね、家庭裁判所の許可が必要になります。家庭裁判所の許可ですね、色付けていきますね。家庭裁判所の許可必要。あとはさっきね、ちょっと色付け忘れちゃったんですけど、存続または年長者を養子とすることはできないの部分も色付けておきましょうか。あと養子院は成年者のところもね。じゃあ話戻してきまして、後見人非後見人間で、ね、縁組する場合、何で火災の許可がいるのかというと、理由、後見人が財産管理の計算をごまかしたり管理の失敗を隠す手段に使われないようにするためです。じゃあ次、配偶者のある者の縁組について、配偶者がある者の縁組につきましては、これですね、ちょっと混乱しやすいんですね。場合分けしてね、考えていきましょう。じゃあですね、注意書きの2番ですね、見ていきたいと思います。配偶者ある者の縁組、はい、丸1番、養親側が夫婦である場合、どういうふうに場合分けをするかというと、まずね、丸1に書いてあるように養親側が夫婦である場合と、それから、まあ、次のページ行きまして、真ん中ら辺にね、丸2というのがありまして、養子側が夫婦である場合に分けていきたいんですね。で、もう一回中の2の丸1に戻りましょう。養親側が夫婦である場合、これについてもまたさらに場合分けしていきます。1番、養子が未成年者である場合と、それから次のページ、ローマ数字のね、2番、養子が成年者である場合とに分けて見ていきますね。じゃあ戻ります。中の2の丸1番で、1番、養子が未成年者である場合の原則です。はい、夫婦共同で縁組をしないといけないね、色付けます。夫婦共同で縁組しないとダメ、これが原則。養親夫婦に共同で親権を行使させこの福祉を増進する趣旨である。ただね、例外があるんですよ。2つ例外が2つあって、まず1番は配偶者の嫡出子を養子とする場合です。じゃあ色付けていきますね。配偶者の嫡出子を養子とする場合、例えばエグザンプル見ていきましょう。図を見ながらいきますね。離婚した A が嫡出子 B を連れて C と再婚、ね、B 連れ子なんですよ。 A の嫡出子です。はい、そして
再婚相手 C が B を養子にすると。こういった場合ね。この場合には C のみが B と縁組することになります。で、別に縁組、ね、しなくたって構わないでしょ。再婚相手がね、A の連れ子を養子縁組しなくたっていいんですけど、仮にもし縁組しないでいるとどうなるかというと、 C と B の関係は親子じゃなくて姻族です、ね。つまり C から見たら自己の配偶者の血族になるので、ね、姻族なんですよ、はい。で今回はね、再婚相手 C が A の連れ子 B を、ね、養子にするという形を取るんですね、まあ、この場合は C だけが、ね、縁組すればいいよと、ね、A は別に B をね、改めて養子にするとかいらないんですね。右側いきます。この場合には配偶者 A の同意が必要、理由配偶者の相続権を保護する必要があるから、ね、CB 間で、縁組がなされると B は C の相続権を取得することになりますからね。なので配偶者の相続権を保護する必要があるということで、配偶者 A の同意を要すると。これに対してその下です。配偶者の非着出資をつけます。配偶者の非着出資を養子とする場合には、夫婦共同で縁組をしなければなりません。はい。じゃあその下の、ね、図見ていきましょう。以下のように、B が A の非着出資であるという場合、ね、つまり A、C と再婚するんですが、B という連れ子がいるんです。ただ A と B の関係、ね、ここのところで B がね、A の非着出資なんですよ。この時には A と C が共同して B と縁組をしなければなりません、はい。でこの時夫婦共同で縁組をしますからね、相互に他方の同意はいりません。その下の文章いきます。 A は自分の実子 B を養子にすることになるんですが、 AB 間の親子関係と CB 間の親子関係を共に着出親子関係とする実益があるので、このような縁組が認められます、ね、この場合子は夫婦の共同親権に服するね、B がもともと A の非着出資であるという時に、 A が B をね、養子にすることによって B が着出資になっていくんですよ、ね。 C との間でも着出資、 A との関係でも着出資に、していく、そういうふうになる実益があるわけです、はい。よって、ね、配偶者の非着出資を再婚相手が養子にするという時には、夫婦共同で縁組が必要、はい。では次ですね。今度例外の2番。配偶者が意思を表示することができない場合、行方不明等、配偶者の片一方がですね、行方不明になっちゃってるとか、まあ、そういった時には意思表示できないですよね。この場合には夫婦の一方が単独で縁組をするのであって、双方名義で縁組をするわけではない。はい、では今度はですね、ローマ数字2番、養子が成年者である場合、この場合には夫婦共同縁組でもいいですし、夫婦の一方だけの単独縁組でも構いません。ただし単独縁組をするときには原則として色つけていきましょう。他方の配偶者の同意を得なければなりません。当該夫婦に直系貴族がない場合における配偶者の相続権を保護するためです。また配偶者の養子と養子縁組を行うには配偶者の承諾を得なければならない。これらの場合でも配偶者が意思を表示できない場合は、他方配偶者の同意は不要。じゃあ次ね、丸2番、養子側が夫婦である場合、配偶者のある者が養子になろうとする場合には、夫婦共同で養子となることもできるし、夫婦の一方のみが養子になることもできます、ね。夫婦セットで誰かの養子になる、ね、それもできるし、夫婦の一方だけが誰かの養子になるっていうのも OK。 ただし後者の場合には、配偶者が意思を表示できない場合を除き、その同意を得る必要があります。ではその下星印、未成年者の普通養子縁組の要件まとめていきたいと思います。養子が15歳未満の場合と、15歳以上19歳以下の場合、はい、本人の意思表示ですね、養子が15歳未満の時には不要、15歳以上であれば必要です。で法定代理人の関与なんですが、養子が15歳未満の場合には常に代諾縁組の形を取らなきゃダメですよね。で15歳以上19歳以下の場合には、法定代理人は関与しません。で、その下、看護者の同意、まあ、もしね、子供に法定代理人の他に看護者がいるというような場合ね、
もし父母が看護者としてね決められているのであれば看護者の同意がいる、はい。15歳以上19歳以下の場合には不要で、家裁の許可なんですが、養子が15歳未満の場合には原則ですね、家裁の許可が必要になります。15歳以上19歳以下の場合には原則として、家裁の許可ですね、未成年者なので、必要って形になるんですね。ちょっとページ戻ってきますね。はい、先ほどの星印縁組障害の図です。配偶者のある者の縁組はもう説明しましたのでね、その下養子が未成年者の箇所です。原則として色付けましょう。養子が未成年者だと家裁の許可がいるんですね。ということでね、15歳未満だろうが15歳以上19歳以下であろうが今の法律では未成年者なんで、ね、家裁の許可が必要。理由としては人身売買的な養子縁組を防止するためです。例外として自己または配偶者の直系貴族を養子にするという場合、で自分とか配偶者の直系貴族を養子にするという時には別に家裁の許可いらないです。理由、このような場合はこの利益が害される心配が少ないから、ね、でこの配偶者は現在の配偶者に限られます。過去の配偶者は含まないです。はい、これが縁組障害ね。はい、じゃあ今度ですね、 1-2 行きましょう。縁組の無効および取り消しです。縁組の無効それから取り消しなんですが、 1-2-1 縁組の無効。縁組意思の存在は縁組の有効要件であり、縁組意思のない縁組は無効である。 1-2-2 縁組の取り消し。縁組障害が存在する縁組の届け出は受理されないが、誤って受理された場合にはその縁組は一応有効に成立し取り消すことができるものとなります。はい、取り消すのところ色つけますね。はい、また詐欺または脅迫によって縁組の意思表示をした当事者は家裁に縁組の取り消しを請求できます。はい、星印いきましょう。縁組の取り消しの方式効果ね。取り消し方法を常に訴えによります。ね、裁判所を通じないでですね、例えば口頭で取り消しますって言ってもダメね。必ず訴えによらなければなりません。で、取り消すとどうなるかっていうと、婚姻の取り消し離婚の規定が順用されます。つまり訴求しないんです。で、遡らない。将来に向かってのみ法廷紳士関係が消えるという効果になります。はい、では次のページですね。星印縁組の取り消しの要件と手続きについてです。これよく出てます。じゃあ見ていきましょう。取り消し事由ね、いっぱいあるんですよ。はい、まあ要するにね、縁組障害があるのに縁組届が受理されちゃったと、まあ、そういう場合には取り消しができるということなんですけども、縁組障害ごとにですね、取り消し意見者とか取り消し期間等の制限があるんです。じゃあ一個一個見ていきます。養子が未成年者なのにもかかわらず縁組届が受理されちゃったという時には、取り消し権者はその養子もしくはその法廷代理人ですね、で取り消し期間等の制限としては、その養子が成年に達して6ヶ月経過しちゃったらもうダメね。で、成年後追認しちゃってもダメ。次、存続年長者養子の縁組の場合に取り消しできるのは各当事者、それから親族ですね。はい、で次に、後見人非後見人間の無許可縁組の場合は、1番養子、2養子の実家他親族が取り消しできます。はい、取り消し期間等の制限というのもあります。丸1番ね、管理の計算終了後6ヶ月経過したとか追認したとなるともう取り消しできない。で次行きましょう。配偶者の同意のない縁組については配偶者が取り消しできる。ただね、期間制限あって丸1番、配偶者が縁組をした後6ヶ月経過または追認しちゃったらダメなんですね。はい、で詐欺脅迫による場合、詐欺脅迫でもって縁組しちゃった場合ですね、それを覚知した、ね、知ったって言うんですね。あとは脅迫の状況を離脱した、ね、その後6ヶ月経過しちゃったり追認しちゃったりするとダメ。でそれから看護者の同意のない縁組とについては、看護者が取り消し請求できる。ただ一、看護者が追認するまでであればね、取り消しできる。
に養子が15歳に達した後6ヶ月経過また養子の追認があるまでですね。それ以降はダメ。詐欺脅迫による場合には各自離脱後6ヶ月経過または追認してしまうとできません。次、養子が未成年の無許可縁組ですね。1、養子、2、実家他親族、3、その代諾縁組者が取り消し請求できる。ただ成年達してから6ヶ月経過しちゃったらダメだし、成年後追認しちゃってもダメ。はい、ここまでが縁組障害でしたけど、プラスですね、詐欺脅迫で縁組しちゃった場合も取り消し自由になりますからね。詐欺脅迫でもって縁組しちゃった場合、表意者は取り消し請求できる。詐欺脅迫した人自身は無理ですよ。1、各地離脱後6ヶ月経過しちゃったらもうダメ。2、追認しちゃったらダメ。はい、このね、期間気をつけてね、婚姻の取り消しの時にも似たような話があるんですけど、婚姻の取り消しの場合ね、詐欺脅迫による婚姻を理由とする時には、ここの期間がね、3ヶ月なんですよね。でも縁組の場合は6ヶ月になりますので気をつけてください。はい。で、あと、取り消しできる人々の中に検察官入ってないですかね。婚姻の取り消しの場合には、公益的な理由からの取り消しっていうのが認められているの、婚姻の取り消しの場合には、公益的見地からね、取り消しが認められているので、検察官が取り消し権者に入ってるんだけども、縁組取り消しの場合にはですね、検察官は、ね、取り消し権者に入らないです。では、次行きましょう。はい、縁組の効果。普通養子縁組の効果です。普通養子縁組するとどうなるのか。嫡出子たる身分を取得します。1ね、養子が未成年の時には養子の親権に服します。じゃあ養子の氏はどうなるのっていうと、養親の氏を称する形になります、ね。養親の氏を称する、色付けましょう。ただ例外があって、婚姻によって氏を改めた人については、婚姻継続中は婚姻氏、ね、称し続けます。次、3、養親子は相互に相続権を有し、色付けますね。あとは、扶養義務を負う。で、次、法定結続関係の発生、縁組の日から1、養子と養親の間には嫡出親子関係が生じます。はい、注意書きいきましょう。養親及びその血族と養子の血族との間には原則として親族関係を生じないが、縁組後に生まれた養子の子との間には親族関係を生ずる。はい、養親側と養子側ですね。養親の血族と養子の血族、この2者の間には原則親族関係は生じないんです。で、縁組した後に生まれた養子の子ですね、こちらについては親族関係が生ずる。逆に言えば、縁組前に生まれた養子の子というのは親族関係生じないですかね。はい、あとはまた図に戻ってきます。縁組の日から2、養子と養親の血族との間には血族親子関係が発生します。次に実家との親族関係、影響なしです。はい、要するに養子というのは、養子に入ったとしても実家の親族関係は切断されません。ってことは、養子は実家親族と養家親族ね、2つの親族関係を持つということになるんですね。ですからね、実家の親が死亡したとき相続が発生するし、それから養親が死亡したときも相続が発生するしというふうにね、2つね、親族関係が生ずるんですね。1-4いきます。普通養子縁組の解消原因は第一に離縁です。婚姻と異なり、縁組当事者の一方、養親、ね、養親または養子、どっちかが死亡しても、死後離縁というのをしない限りね、縁組は解消しないというのが、通説および戸籍実務の見解です。生前の離縁についてはね、さらに協議離縁と、裁判離縁に分けられます。
ね、競技で離縁するのと、まあ、裁判で離縁するのね、両方あるわけですね。で、解消原因の第2は特別養子縁組です。すなわち普通養子が、天縁組によって他人の特別養子になってた時にはね、普通養子子関係は終了します。はい。まあ協議離縁というのは話し合いで離縁するという形になりまして、離縁のやり方としては戸籍の届け出になります、ね、戸籍の届け出をすると。でその届け出によって、ね、縁組は終わっていくって創設的な届け出になりますからね。で一方の裁判離縁というのは、離縁したいんだけどもね、養子もしくは養子のどっちかがね、承諾してくれないと、合意してくれないのであればもう裁判を起こす。ね、まあこれ、裁判離婚と同じでですね、裁判離縁が認められるためのですね要件っていうのはあります。はい。まあただですね、まあ離縁の細かい話はね今回は触れないでおこうと思います。はい。ということでですね、1時間で、親子関係見てみました。はい。今日ねお話ししたことはしっかりですね頭に入れていただければと思いますね。あと他の分野もですね、まあ、冒頭でも言いましたけども他の講師お話ししてますのでね、ぜひぜひご覧ください。それではですね、最後までご清聴ありがとうございました。